はい、こんにちは、サラメです。本日はですね、筋トレ系のご質問をね、いただいております。早速ですけれども、ご質問の方をご紹介していきたいと思います。コサインさんという方からのご質問でございまして、懸垂ができるようになるためにウェイトトレーニングは効果的ですかと、このようなですね、ご質問でございます。今回のこのコサインさんの解釈といたしましては、とにかくね、懸垂の回数がね、やっぱできるようになりたいと、ウェイトトレーニングをやってるような、この大きな背中を手に入れるというよりも、本当に懸垂がね、純粋に回数ができるようになりたいというようなですね、ことを言われているんだと思うんですけれどもね、そういったことでですね、今回は懸垂の回数がね、できるためにはどうしたらいいのかと、荷重をかけた方がいいのかと、もう自重で追い込んだ方がいいのかと、そういったところだと思うんですけれども、私のですね、今までのですね、経験、そういったところからですね、お話をね、していきたいと思います。結論から言いますと、私自身ですね、荷重懸垂をしてからですね、飛躍的に懸垂のですね、回数が伸びましたね。これが結論ですね。で、最初はやっぱりね、10回もまともにできませんでしたよね。そこからですね、ずっと自重懸垂ということで、ずっと続けてきましたけれどもね、それがですね、懸垂を続けてどのぐらいですかね、1年ちょっとぐらいですかね、そのぐらいずっとね、あの懸垂をやってましたらね、20回ぐらいできるようになったんですね。で、そこからはね、やっぱりね、ピタッと止まりましたね。で、その頃なんていうのは、もうウェイトトレーニングのことは、今からもう30年近くね、前ですので、ウェイトトレーニングをやるなんていうですね、流れは本当に私の周りではですね、少なくともありませんでした。で、完全にね、本当にボディービルとかパワーリフティングとかね、そういうウェイト関係のね、そういったものがあるなっていうぐらいでですね、それをまともにね、やろうとは私自身もその頃は思ってませんでしたし、全く知識もね、周りにもそんな方いませんでしたから、ずっととにかく自重ではやっていたんですけれどもね、今から12、3年前なんですかね、ウェイトトレーニングっていうものをですね、私もやるようになりました。その時にね、いろいろこう工夫しまして、自分で懸垂の際にですね、ウェイトをかけてね、やるというようなものをね、取り入れてみたんですよね。そしたらですね、飛躍的に伸びましたね。その頃はもう30超えてましたけれどもね、もう全然飛躍的に伸びたっていう実感がありますんで、懸垂の際にはですね、やはりね、荷重をかけた方がいいのかなと思ってます。あとは私個人的に、このコンテスト的な大きな背中が欲しいとかっていう、そういうことでもどちらかというとないもんですから、でかすぎるね、背中っていうのはあんまり正直求めていないんですけれども、どちらかというとこの筋持久力ですね、やはりこの何回もね、懸垂ができる、考え的にはサスケのね、サードステージをですね、クリアできるようなですね、筋持久力ですね、そういったものにどちらかというと憧れているものですから、私のですね、筋トレ内容としては、荷重でウェイトをかけてですね、追い込む日と、あとは回数ですね、もう とにかく自重で追い込む日ですね、適当に、分けてね、やってます。その日の気分ですね、今日は荷重、今日は自重みたいなもので決めてはいないんですけれどもね、その日の気分で、あとは体調ですかね、そういったものもありますね。トレーニングにね、 100% 集中できない時もあるんで、そんな時はやらないって方もいらっしゃるんですけど、私はやるんですよ。で、そんな時にはあえて自重だけで終わしとくとかね、そんな感じでもやりますし、楽しんでですね、トレーニングの方はやらせていただいておりますね。そういったことで、私の個人的な結論としては、懸垂にもですね、絶対的に荷重はかけた方がいいという今回はですね、動画でございました。またですね、私にご質問等ございましたらね、何でも結構でございます。お気軽にですね、コメントいただけましたら一生懸命回答していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。最後まで見てくださったあなた、これも何かのご縁でございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは。